はい、今回は、2019年度に、見事一発合格されました松本洋平さんをお迎えしてですね、勉強方法等についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、最初にですね、いろんな資格がある中で弁理士を目指そうと思ったきっかけですね、はい、のお聞かせください。はい、私は、仕事で技術的なことを扱っておりまして、うん、で以前その技術士を取ることが目標でして、うん、でまあ、それが取れまして、で次何をしようかなというふうに考えておりました。で、まあ、社会人である以上アウトプットというものがすごく求められますの で、うん、でアウトプットがよりできるような資格っていうものはないのかなというふうに考えておりまして、でそんな折に、まあ、その弁理士というものを知りました。なるほど。で、まあ、技術士を取って、まあ、それを形にしていく弁理士、ある意味キャリア上でもちゃんと筋が通ってますので、まあ、目指してみようかなというふうに考えました。1年合格で良かったですね。ああ、良かったですね。それではレックで受講する決め手となったのは何ですか。はい、まあ、通学できる、うん、ということが大前提でして、うんうんうん、で、まあ、次に合格実績があるということ、うんうん、で特にレックは5分の4が、まあ、合格者配出されているというところで、もうこれはもうレック以外ないなというふうに考えまして、うん、レックに通わせていただきました、うん。まあ、正解でしたね。それでは実際に学習を開始して、レックのカリキュラムや講師教材については、まあ、どうでしたか。はい、まあ、ざぐっとしたところですね。はい、まあ、レックとしてはその3ステップというんでしょうか、3回転ですね、うんうんうん、入門があって、論基礎があって、担当基礎完成講座があってと、うんうん、構成が非常に良いなというふうに私は思いました。うん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 、特に間に論基礎があるというのが実はすごくいいのかなと、うん、というのもその入門で理解したつもりになっているものが、うんうんうん、実際にその自分で文章にして書いてみると意外と書けなかったりで、意外とその間違えて理解してしまっているところがあったりとかですね、その間に論基礎があることによって、うん、まあ、そこがあぶり出しができて、うん、でその後の担当基礎完成講座で、そこはもう一度再定着できると、その流れが非常に良かったです。なるほど。はい、で松本さんの場合は、その中で11月ぐらいからですね、10月半ば11月ぐらいから、まあ、ゼミにも参加されましたね。はい、はい、じゃあ、ゼミはかなりね、きつかったと思うんですけども、はい、どうでした？いや、もう地獄でした、ね、思い出したくもないですね。やはりもう授業が終わるのが夜の10時ぐらいですか、うんうん、まあ、そこから家帰ってとなると、うん、だいぶ本当に体力的にはしんどかったですね。うん、はい、ただね、彼の場合はかなりしんどい顔をしててこんなにごくしてないですよ。だいたいね、受験生の人っていうのはすっごいね、難しい顔しててね、実は合格してから喋るとね、こんなに笑顔があったのかっていうふうに思う方が多いんですけども、すごくね、頑張られたのと、おそらくね、やっぱり入門からゼミとか一緒に受けるっていうのはね、実力アップにつながるんですけども、かなりしんどい。ただまあ、すごく地獄のようだと言われていたけども、本試験の時ってね、結構集中してね、長く受けないといけないでしょ。はい、しんどかったでしょ。しんどかったですね。うん、だからね、はい、結構ね、しんどい目をしておくと、少々しんどいことは大丈夫になると、乗り切りました。いうことなんですよ。はい、結構ね、入門もきつかったでしょ。はい、かなり ね、短期間である程度情報を入れていかないと、はい、1年で合格って実際できないので、はい、まあ、私の方もね、できるだけこう図紙とかいろいろ時間を節約できるようには講義はしてるんだけども、ある程度のスピードで進んでいかないといけないと、はい、でそれをしっかりね、こなすっていうこと自体がもう集中力の持続の訓練に、まあ、なってるんですよ、ね、で最後まで行かれたから、ちゃんと来られたから、はい、まあ、全てがうまく回ったということですね。はいはい、じゃあその続きですけども、私の講義、まあ、具体的に入門講座、それからゼミを受けられて、まあ、良かった点ですね。はい、まあ、具体的に教えてください。はい、先生の特徴といたしまして、うん、その重要なところを繰り返し説明していただけるというのが私にとっては非常に良かったです。まあ、ここが重要なんやと、で後でしっかりやっておけよというような形で言っていただいてですね、なかなかその私はその特許事務所に勤めているわけでもなく、まあ、完全なその未経験の人間ですから、そういうふうに言っていただけると、その注力すべきところが明確になって、うん、で効率よく勉強できたのかなと、うん、今になって思えばそのように思います。はい、でね、私講義でいつも言ってたように、はい、まあ、他の受験生の方も参考にしていただいたらいいんですけども、まあ、結局講義を受けるっていうのは、こ
こう法律のですね必要なところを頭に入れるためのワンステップなわけですね。だから受けたからといってすぐに頭に入るわけではないし、入ったと誤解しているとそれは結果に出てこないんですね。だから重要なところというのを頭に入れやすいようにいろいろメリハリつけて、まあいろいろお話してるんですけども、それをねやっぱりこう忘れる人もおられるんだけど、松本さんの場合はおそらくきちっとそれを頭の中に残して定着されたと思います。で、まあ、その辺のコツって何かありますか？コツ、いやあのね、多分一回聞いただけだったら、はい、多分しばらく経つとね、はい、すぐ抜けてしまいますね。あ、特にそうでした、うん、それはもう本当に感じました、うん、やはりまあその全てのことが全て私にとって新しい情報なので、うんうんうん、もう本当にもう水道の水の蛇口のところにザルを置くような形で、うんうんうん、もう何回やってもこう水が流れ落ちて、うんうん、でそこに何回もこうザルを置いていくような作業 で、うんうん、でそれを何度も何度も繰り返すとこうザルの目が細かくなって、やっと最後ボールになって水に固まると、うんうん、つまりそれだけ何度もしつこく繰り返したというのかなというふうに思います、ね、繰り返しというのはもう絶対頭に定着させるために必須ですね、はい、でその中で、まあ、おそらくね講義聞いていただいて、重要なところで、できるだけ文章をねこう短くキーワードっていうのをね、かなりお伝えしたし、はいはい、そこの、背景ですね、はい、がトリガーになって頭の中に入ったものが出てくるようには説明したと思うんですけども、はい、その辺はいかがでした？すごいそれは意識してました、うんうんうん、特に例えばその先生がよく隠語する方式というふうにおっしゃってましたけれども、例えば論文の趣旨を覚える時とかでも、うんうん、この重要なところのキーワードどこなのかっていうのを先生がおっしゃっていただけるの で、うんうんうん、で自分なりにそこをちゃんとしっかりフォローして、うん、でいざこう文章に書いてみると意外と書けますね、うん、キーワードを覚えていれば。そうなんですよ、はい、繋がるんですよ、はい、でねそれを結構松本さんはちゃんと理解してですね紹介していただいたので、まあ、結果としてうまくいったと。でやっぱり受験生の方にはいろんな人がおられてね、まあ、キーワードいくら言っても、まあ、1週間経ったらもう全部忘れしまってね。でせっかくその短い回数で頭の中に入るっていう方法があるのにそこを忘れてしまって間際になって一からやると短い方法でできないんですね。なのでそうなるともうすごくしんどい目をしないといけない。だから松本さんの場合ね結構こう絞ってもやっぱりしんどかったでしょ、まあ、それは1年間で全部入れるというのはね、まあ、かなりきつかったんですけども、まあ、そこをちゃんと理解して繰り返してというのをされたことが、まあ、非常に良かったと思います。じゃあ1日ですね、はい、まあいくら効率よくやったって、まあ、頭に入れるという作業は時間が必要です、はい、じゃあどういうふうにね時間を捻出されたか、まあ一般的に1日どのぐらい勉強したらいいんですかっていうのもよく聞かれる質問なんですけども、松本さんの場合具体的にどうですか？もう隙間時間をもう活用するっていうところですね、うん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 、まあ、あとはもう朝早く起きてだったり、まあ、通勤の時間だったり、うんうんうん、お昼休みもまあ怠けずちゃんと勉強して、うんうんうん、で、まあ、その仕事終わりも図書館に寄って勉強して、うん、で図書館閉まった後もお家に帰って勉強して、うん、お風呂に入ってる間も勉強して、そのような一年過ごしました、うん、あ、なるほど、はい、私がもう説明した通りやっていただいたんですね、はい。でね、結構松本さんの例は、まあ、成功例で、まあ、1年で合格するっていうのはね、まあ、確かにすごく難しいことなんですね。担当試験というのは結構1年でいけますけども、論文まではなかなか難しい。ただね、じゃあ特別なね、松本さんが頭があるのかっていうとね、まあそれは吸収度はいい方だとしても、大体私がこう1年で受かってる人も聞いてもね、それなりにものすごくやっぱり努力はね、されてるんですね。で言われたことをきちっと真摯に受け止めてそれをきちっと実行していただいてるっていうのももう合格者の特徴です。で逆に言えばね、いろんな方がおられて自分からね自由なところのトラックを外す人っているんですね、まあ、勉強方法をきちっとこう、まあ、例えば私が指示してもまあ滑ってる人は後でこう、まあ、例えばね、1年間勉強しても25点ぐらいしか取れませんでしたとか20点しか取れませんでしたという方もおられればもう50点ぐらい取られましたと、もう同じことを聞いてるのにそういう人もいるわけですよ。でそれってね、松本さんの話を聞いたり他
1年合格者とかね、まあ、2年合格者の方は、まあ、大体共通したことですね、まあ、言われたことをきちっと、まあ、まずは実行するということをされてるけども、自分からねこう例えば頭に入れるという作業を放棄してね、眺めてるだけとかね、書かないとかね、まあ論文の場合はね、というのがあるので、やっぱりこう真面目にその勉強方法を考えて、1年間を過ごすし尽くす、まあ毎年毎年いつもその方法で進んでいくというのは非常に大事なことになる、もうこれはもう誰に聞いてもそうなので真実ですね。他にね、なんかこう工夫されたことってありますか、自分なりに。勉強時間を、捻出する、捻出するとか方法論とか、うん、方法論、まずね過去問なんかは、はい、まあ、私がいつも言ってるのは、はい、過去問ばっかりをひたすらやるんではなくて、ちゃんとね頭に入れてから、あ、法律のね、まあ、例えばそれを入れやすいようにコアレジュメとか、あ、そうですね、まあ、普通のレジュメ以外にコアレジュメで、まずは頭に入れましょうというところ、はい、で期待値が高いところですね、はい、まあ、そこをやっていきましょう。でそれを頭に入れた上で確認を過去問でしましょうという話をいつもしてるんだけども、はい、多分やられてますね。さきっちりやりましたもん、うん、まずはコアレジュメをしっかり全部覚えました、うんうんうん、あれだけでも割としんどかったです、ね、そうでしょ、うん、でやっぱりね、受かるべくして受かってるんですよ。でね、まぐれなじゃないのかとか、うにゃうにゃ、まあパッと見で1年合格、自分は全然受かってないからなんでやっていうことを考えた時にね、私が見てるのは論文も全部受けられて、で、入門もずっと最後まで受けられた中でですね、やっぱりすごくね、まあ難しい顔してるっていう話をしましたけども、まあ必死でアウトプットをね出そうとされてるわけですよ。でその地獄のような思いイコール頭の中にインプットするっていうのはものすごくしんどいことを耐えていることになるわけですね。だから結果的にすごく勉強ができた、もううまくいったと。だからね、やっぱりしんどい目しないとダメですね。そうですね。でね、しんどい目された方ってね、多分、まあ、成果出たじゃないですか、はい、乗り越えたと。で乗り越えた自信というのもつくんですね。だからまあ大きいことをやり遂げると、じゃあ次次っていける、うん、だからある程度負荷が与えられて、そこをに逃げずに立ち向かうと、人間って結構ねキャパ大きくてね、これぐらいの仕事しかできない人はこれぐらい、これぐらいの仕事を与えられてできる人はこれぐらいになるって、よくね大きい仕事ができると言われるんだけども、まあ試験も一緒ですねと思われたでしょう。はい頑張ってよかったですね。はい。で1日細切れ時間をいろいろ使われたっていう話でしたけども、はい、平均してどれぐらい勉強されました、もうそれも全部入れて、まあ例えば細切れ時間大体トータルどれぐらい、はい、で、まあ、もちろん仕事もいろいろあるからね、はい、もうずっとやってるわけじゃないから家帰って、はい、もうできない時間もあるだろうけども、はい、まあ細切れ時間、家の時間どれぐらいですか大体。机に座って集中して勉強したのは、うん、まあ、トータル、まあ、1日の中で、うん、まあ、3時間ぐらいで、細切れが2時間ぐらいの、トータル5時間ぐらいだと思います。ただもっとその直前期に至ってはもっと勉強します。なるほど、はい、ということでね、よくやってるんですよみんなね。でもちろんね、どうしても5時間取れない、細切れ時間も入れてっていう方もおられるけども、大半の人は勉強する時間があるのにやってないという場合って結構多いんですよ。だからもうフルに活用されて1年でもう勉強しなくてよくなったわけですね、はい、一番いいパターンですね、はい、でそれをね楽して2年3年とやるよりも地獄の思いしてよかったでしょう。そうですね、うん、まさにそうなんですね、はい、だからそこをねしっかり参考にしていただけたらいいかなと思います。じゃあこれから勉強を始める人へのおすすめの勉強方法、はい、まあまあ今もう説明していただきましたけどね、はい、うん、改めて松本さんからこういうことがいいですよっていうのをアドバイスしてください、はい、特に良かったのは先生がおっしゃったの、うんうん、芋づる方式、まあ、キーワード、うんうん、まあ、それに加えて個人的に良かったのは特に誰から言われたわけでもないんですけれども、うん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 、
入門の頃からなるべくその未消化の部分をなくそうというのを特に意識してまして、で青本を読むようにしてました。で、そこで読むようにしたのが結局その論文にも口述にもつながったんじゃないかなというふうに今振り返ると思います。そうなんですよ、はい、基本的にね青本は特許庁が作ってるからまあその青本から出題される場合というのは多いですね。ただいきなり青本を築城で読めっていうのはきついけども、一回講義を聞いてある程度消化した状態で確認という意味で読むのであればこれ読めますね、はい、特に辞書代わりに使っていただくというのが私もずっとお勧めしていることです。じゃあモチベーションですね、はい、でこれってね勉強でね、まあ、理屈はこうですよっていうのがあるんだけども、はい、やっぱり人間なのでまあ理屈通りに行くんかっていうとね、まあ、やる気のある時とか、まあ、やる気が起きない時とかいうのも脳のホルモン分布にもよるかもしれないけどもいろいろあったと思います。でモチベーションの維持やスランプですね克服とか、まあ、その辺のねこう自分がこう勉強を進んで地獄の思い知識を入れるのはしんどいことを続けていけたコツですね、はいはい、自分が合格せざるを得ない状況を作るっていうのが、うん、まあ、重要じゃないかなというふうに思います。私の場合は、まあ、妻から与えられたお小遣いの中からレックの授業料すべて払ってました。で梅田までの交通費も含めて考えると、うん、僕のお小遣い、結局1000円ちょっとぐらいかなとなるとですね、まあ、夜遊びにも、うん、まあ、ちょっと飲みに行くのもできないという、うんうんうん、必然的にもそのような状況になりますし、うんうん、で、そこまで自分に投資して、うん、落ちてしまったようになったらですね、うんうん、もうちょっともう目も当てられないというかですね、うん、なので、まあ、必死に、頑張ろうというふうになりましたね、はい、コスト意識をすごく持っておられますね、はい、で、まあ、実際予定は1年予定だったんですか。そうですね、最初は1年予定で考えてました。ただその入門がを受けてる中でこれはちょっと厳しいかなというふうに思い始めて、うんうん、夏の段階では2年ぐらいにした方がいいのかなというふうに思ってたんですけれども、うんうん、その夏の終わりぐらいに先生がこうボランティアで、うんうん、面談していただいたのが非常に良くてですね、うんうん、もうその当時もう諦めようかなと、まあ、一発合格を諦めようかなと思ってた中で先生から面談していただいて、うんうん、まあ、仕事の悩みとか勉強の悩みとか、まあ、本当に受かるのかなとかこういろいろお話しさせていただいて、うんうん、で先生からまあ気合を注入していただいて、うんうん、でよし頑張ろうとなって、でそこからエルゼミを取りました。それ良かったですね、はい、2年は4年になるんですよ、はい、基本的にね、はい、だからそこでやっぱり1年もうしがみつくっていうのはね、はい、ものすごく大事なことです。もう昔からそれ言われてることですね。ただね途中でそのやる気がねどうしてもモチベーションが落ちたとかなかったですか。もうとにかくひたすらもう、まあ、1年目だからね、はい、一気に行きました。僕は一気に、ただその先生の面談気持ちが落ちてた時期はあったんですよ。あ、なるほど、なるほど。先生の面談で、まあ、気持ちが上がりましたね。外の刺激ってすごい大事ですよ。あ、そうですね、外の刺激、うん、外の刺激が大事で、まあ、そのためにね面談してるんですよ、はい、であれね結局付き合い中に言うとそれから自分からね合格のトラック私は一生懸命乗せるんだけど自分から外してる人っていっぱいいるんですよ。その元に戻さないといけないのでやってます。じゃあ良かったですね、はい、じゃあねあと担当試験論文試験それぞれ直前期ですね、はい、過ごし方、はい、これをどうされたか教えてください。直担当の方は、先生が条文の読み込みをおっしゃってたので、まあ、それを忠実に守りました。で論文はまあ、先生の直前のゼミが、ありましたので百戦錬磨のゼミですね。であちらの方を参加させていただいて、で、ここが出るからというふうにおっしゃっていただいたのでもそこを中心に勉強してましてもうズバリかなり出ました、はい、もう直前は必死で考えてますから、はい、だけど本当に良かったですね、はい、ただね共通してるのはねやっぱりね、まあ、私は私でね、まあ、いろんなところで情報を仕入れてですね一番こう短期でよくある合格方法というのは毎年毎年研究してるんですね。で当然統計も全部取ってるしやり方も一番効率には何かとで一生懸命伝えてるんだけどやっぱり合格する人というのはそれをねもう本当に忠実に実行していただいてます。
で滑る人っていうのはやっぱり滑るべくして滑ってるというかね、それをねわざとこうやってない。でまあ結局は楽な方向へ楽な方向へね、こう自分からトラックをこう切っちゃってるっていうのはまああるんですよ。まあ本当にね松本さんも典型ですね。きちっとやっていただいたと。でまあ最後ですね、もう最後に近づいてきますけど、当日便利なの、あると便利なの気をつけることって何かありました？私はトイレでしたね。あ、トイレね、はいはいはい、はい、あの論文の模試が大体2時間、特日ですと2時間、2時間、はい、うん、で私2時間は尿意がコントロールできるようにあのトレーニングしてたんです。そうですか。ただその実際試験を受けてみるとですね、うんうん、その法文集を配ったりとかの時間が長くてですね、うんうん、あ、なるほど。その前時間合わせると結局その机に座ってるのは2時間半ぐらいなんじゃないかなと、うんうんうん、で結局その特日の最後の方ですね、論文トイレに行きたくなってですね、まあ、すごいその集中力がちょっとそがれたというのがありまして、うん、それが少し悔いの残るところですので、まあ、そこはあの気をつけていただけたらなというふうに思います。なるほどね、はい、はい、じゃあ最後になりますけども、2020年度ですね、弁理試験を受験する方々、まあ、今年ですね、あるいは2021年度これから始める方々に対してですね、まあ、熱いメッセージをね、はい、お願いできますか。はい、あの弁理士というのは、まあ、あの例えばそうですね、まあ、難関資格というふうにかなり、まあ、よく言われてはいます、うん、まあ、年3時間ぐらい、年ではないですね、トータル3000時間ぐらい勉強しないといけないだとか、うんうん、で私も受ける前というのは時はもうかなり、まあ、その躊躇しました。受けるかどうかすらも、うん、もう本当に受かるのかなというふうに思ってはいたんですけれども、やはりまあちゃんと通学して、うん、先生のおっしゃってることをしっかり守って、うん、でこのレックに通ってですね、まあ、仲間もできて、すればですね、あのちゃんと受かることができますので、あの皆さん頑張ってください。はい、まあ、とにかく松本さんの場合ね、効率が良かったのは、私はまあサジェッションいろいろしてそれをしっかり守っていただいたんですけどね、あの到達点ってあるじゃないですか、何でもね。だそこをに至るところというのはある程度サジェッションして、それをしっかりやられると次次次次っていくから、無駄な時間が多分なかったと思うんですね。だからあとはもう今おっしゃられたように、もうしっかりあの頑張って絶対取るぞという気持ちでやれば、多分絶対無理な試験じゃないでしょう。そうですね、うん、はい、じゃあ皆さん、松本さんの例もありますけど、私も第二の松本、第三の松本になるということを、まあしっかりかん、それを目標にしてですね、ぜひとも頑張ってください。はい、じゃあ以上です。